今日、福岡県では7,493人、佐賀県で1,494人の陽性が新たに確認されました福岡県の一日ごとの陽性者数を示すカレンダーです今日は7,493人で、12日連続で前の週の同じ曜日を上回っています病床使用率は、昨日時点で54.1%で 重症病床の使用率は3.2%です50代の男性と80代以上の男女合わせて8人が亡くなっています一方佐賀県の新たな陽性者は1494人でした70代から80代の方1人が亡くなっています最新の病床使用率は41.4%重症者はいません